到着した今日登った山はですね、松江市の山岳山っていうところで331メートルくらい、確かそうだったかな、山でございますめっちゃ景色がいい。私の目の前にはもう大山も見えるし、弓ヶ浜も見えるし、大根島も見えるし、いい景色あーすごい、なんか登ってる間にいろんな方とお話をしたりとか、なんかここの山とかいろんな山を整備されてる方とお話をしながら楽しく登ってきました登ってる最中にそのカバンのとこにつけてたんですけど、スピーカーであのラジオ流しとられる方とかもおられたんですけど、まあ、音楽も流して気分よく登ってきたんですけどあ、お腹鳴ったアイコーロットっていうスピーカーなんですけど、ちょっと近くで見てみるかすごいデザインがおしゃれで、こんな感じ、じゃん、こんなスピーカーですおしゃれだね。ほんでこの後ろを3秒長押しでオンオフ、こんな感じでできます。音質的には
この音がスピーカーから流れた音です。こんな感じ。で、普通に音楽流してみるとこんな感じです。音がすごくいいと思います。めっちゃ景色綺麗。さっきと場所を変えてですね、実は歩いてくる手前に一箇所展望台がここありまして、ここは出雲方面松江市の街並みの方が見えます。ちょうど反対側だね、さっきと。綺麗。あちらに見えますのが宍道湖ですね。宍道湖が全貌見えます。お、そしてその奥に白い丸いのがあるんですけど、あれが出雲ドームです。出雲ドームまで見えるね。いいね。そしてこっち側、あそこに見えるのが、ポンと出てるのが三瓶山だと思います。あそこまで見えるんだ、すごい。そしてさらにこっちに行くと和倉山が見えます。あそこは標高200何十メートルとかで、だけ和倉って、さっき石の石像に書いてあった和倉っていうのは和倉山のあのことです。あの和倉山はさっきの展望台のところに石があったと思うんですけど、あそこの石のところに書いてあった大仏の寝たる姿や岳和倉って書いてあったと思うんですけど、こっちが岳山で、あっちが和倉山って言って、市街地の方から見た時に、この山がこう重なって見た時に寝仏のようにこう寝転がってる仏さんみたいに見えることから、そういう風に言われています。で、こっちが胴体かな、で、あ、違う、で、こっちの山が頭の部分で、で、あっちの和倉山が胴体の部分に見えるみたいです、っていうね。そうらしいですよ。いや、いい景色。ちょうどおにぎりも持ってきてるんで、おにぎりでも食べて降りましょうかね。それ下手くそだったかも。ででで ん, でだだん実は違う色もあります。違う色も持ってきてました。こんな感じで全部で3色あります。かっこいいな、この黒。そういえば言ってなかったけど、この裏面のこの部分の USB って書いてあるところで、充電をします。パカッと開けるとこんな感じでマイクロ USB がさせるようになっています。えへこんな収納袋もあります。プレゼントにぴったりという感じですね。これ電話にも出れるけん、これすごいよね。ピッて押したら電話が出れるのって。ということで、今からおばあちゃんかおじいちゃんか、多分電話がかかってきます。お、来た、鳴ってる。もしもし。もしもし。あ、出た。もしもし。あ、もしもし。オッケー。もしもし。もしもし。小さい声で聞こえるよ。あ、本当に？すごい小さい声だ。あ、これだったら聞こえる？あ、聞こえる。あ、そうなんだ。こんな感じでバスガイドみたいな。今度聞こえた。そうかそうか。うん。ありがとう。ありがとう。はい。もういいか？5番で。うん。ありがとう。こんな感じでさっきみたいに電話はできます。だけど音量調節がこれでできらんのがちょっとネックかもしれないです。あとはマイクがあんまり入らないけん、ちょっとこうトランシーバーチックにすれば相手に聞こえると思います。そんな感じでございます。音楽聴く分にはめちゃくちゃいいと思う、うん、ということでおにぎり食べて帰ります。また
向こうの山にも和倉山にも登ってみようと思います、近々よし、食べて下山するぞ皆さんご視聴ありがとうございました。気になる方はぜひ概要欄からチェックしてみてくださいねそれじゃあまたね梅干しが入っております。いただきます。うん、うん